エリス・ヤーナル・ベリーはアメリカ合衆国の政治家。所属政党は共和党員。連邦会員議員を10期務めた。ベリーは1902年10月6日にアイオワ州ライアン郡・ラーチウッドで生まれ、サウスダコタ州フィリップの高校を卒業。1920年にモーニングサイド・カレッジに入学した。その後、サウスダコタ大学に編入して、 1927年に、学士号を取得して卒業した。同年、卒業証書特権を利用して、弁護士資格を取得して、サウスダコタ州来万軍、ケネベック町で弁護士活動を開始。サウスダコタ州検事、マクラフリン市長、高村君遺言県任裁判所判事を歴任した。1938年から、サウスダコタ州上院議員を2期連続で務めた後、 州知事の立法補佐官や州教育委員会の委員を務めた。1950年選挙に出馬し、民主党のマートンビー・タイスを破って、連邦会員議員に選出され、10期連続で再選されたが、1971年に引退した。政界を離れた後、サウスダコタ州ラピットシティに今日構え、1999年に亡くなった。 1966年に保守的な政治団体リバティロビーはベリーが議会で行った右翼的な活動を評価し、ステーツマン・オブ・ザ・リパブリック賞を授与した。ベリーは会員議員時代に外交委員会と内務・当証委員会に所属し、サウス・ダコタ州のアメリカ先住民の支援政策に注力した。E.Y. ベリー図書館学習センター、ブラック。 ヒルズ州立大学にある施設。ベリーは、下院議員を引退後、同大に、下院議員時代の資料を寄贈している。ありがとうございます。